おはようございます。今日は、まあ、地元の川の方に来てるんですけど、まあ、地元の川の中でも上流、比較的に夏サマーパターンになってるような魚、流れに入ってるような魚っていうのを取りに来たくて、今日は川の方に来てます。まあ、使用するルアーは、まあ、今流行りの沈む虫系アビ50だったり、まあ、ビッグ2ウェイ、この2つ、あとまあスモラバとかも投げていきたいと思ってるんですけど、まあ、この流れを使えるようなワームでなんとかね、1匹釣りたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとやっていきましょう。使用していくのは沈む虫系ワームアビスね。これ、わかんのか。これをドリフトで使いたいと。去年からこういう沈む虫系を、まあ、アビーをドリフトで使う。アビのドリフト、去年からよくアビフトなんて言ってたんですけど、もう丸のミス、これがねちょっと好きでよくやってたんですけど、わー、一匹釣れた。とりあえず久々の地元で長考だったんで、ちょっとワクワクしながらやってたんですけど、まだアビフトは健在でした。よし、最高。もう2匹、もう3匹釣れるようにちょっとまた頑張っていきたいと思います。ナイスバス、バスです。いや、よかった。とりあえず1匹アビのドリフト、アビフトで1匹触れました。引き続きアビフトでサイズアップ狙っていきたいと思います。あそこに今美味しそうな感じでシェードも形成されてる場所があると思うんですけど、あそこにダイレクト投げるんじゃなくて、ちょっと上流側から投げて流れに身を委ねるじゃないですか。流れは絶対上流から下流の方に流れるんだよね。それでただ流してたまにちょんちょんみたいな。まあ、今日実際来てみて思ったんですけど、ちょっとあんまり流れないんで、まあ、今日は全然ダイレクトに打っていってもいいと思うんですけど、基本の自分がやってるドリフトはこんな感じですかね。そうやって流れに身を任せて、虫が自然と流れてきたよみたいなイメージで自分はやってます。倒れた。くそ。ラフラしてんな。いい人おっちゃんなあそこ。どうや。うん。よし。
もさっきと同じやつ。うわっ、マジで、なん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 でよ。さっきと同じやつやろ絶対。うわ、どこ行ったの、ふざけんな、マジで。うわやばい、ボツレスの匂いがしてきた。バスにリベンジしたいけど、まあ、出てきてくれないんで。痩せてるけど、とりあえず釣れた。さっきバラした40アップ2発がちょっと悔やまれるけど、とりあえずこいつもナイスなバス。ちょっと痩せてるけど、よかった。とりあえずサイト楽しい。まあこいつはサイトじゃなかったんですけど、その前の2本がちょっとサイトだったんで楽しいですね。本当はアビ、この時期最高、最強なワームなんで、よかったら皆さんも使ってみてください。しゃ、バスです。はい、ようやく2匹釣れました。ちょっとバラしたのが痛かったです。でちょっとアビが今持ってきてるのがなくなったんで、代用じゃないですけどビッグツーウェイをワンウェイにした、ビッグワンウェイに、0.4g のネルシンカーぶっ刺してます。これでちょっと代用できたらと思います。ここにいるバスをどうしても取りたい。ワーム変えた方がいいかもしれません。お、食った、早速。離した、あいつバラしたやつだぜ。食え、よっしゃ、食った、よっしゃ。やべ、ネットが遠い、マジで。どこ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 、おっしゃおっしゃ、これはテンション上がるよ。おっしゃ、ナイスバス。いい魚来ました。おそらくさっきバラした魚だと思うんですけど、ちょっと針とかなかったんで、もしかしたら違う魚かもしれないですけど、でアビがちょっと在庫なくなったんで、代用でビッグツーウェイのをちぎったワンウェイ状態にオフセットつけてネイルシンカー 0.4g、 これで、まあ、一発食いむすったんですけど、そこからまた食い直してくれました。ヘイ、ナイスバス、マジサンキュー、バスです。